オーバーイコールラムシュタット。オーバーイコールラムシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタットイコール、リーブルク軍に属し、オーバーイコールラムシュタットは、ダルムシュタットから約 10km の距離にあり、オーデンバルト内の連邦道 B426 号線沿いに、一致する。オーバーイコールラムシュタットを貫いて流れるモーダウ、川沿いには、広さ約3ヘクタールの有水池である。 オーバーラムシュタット洪水自水位調整地が設けられている。オーバーイコールラムシュタットは、北はロスドルフ、東はラインハイム、南東はグロースイコールビーベラウ、南はモーダウタール、西はミュールタール、北西は軍独立市のダルムシュタットと境を接する。この市は1977年以降、中核宿オーバーイコールラムシュタットのほか モーダウク、ベムバッハイコールハンク、ロールバッハクからなる。モーダウクはさらに、オーバーイコールモーダウ地区とニーダーイコール、モーダウ地区から構成される。ロールバッハクは、他の二つの区よりも早く1972年に、自由意思で合併していた。地域の総面積は、約4200ヘクタール、中核区が2251ヘクタール。 モーダウクが934ヘクタール、ロールバッハクが489ヘクタール、ベムバッハハーンクが512ヘクタールである。それぞれ約40%が農業、または林業用地で、市街地はそれぞれ7%ほどである。新石器時代にはすでにオーバーイコールラムシュタットの地域に定住者がいた、痕跡が残されている。オーバーイコールラムシュタットが初めて文献上に、 記録されたのは1310年のことである。これは、カッツェネルン・ボーゲン・ハク・エイバーハルトが、ラムシュタット市における、フランクフルト市に与えられたのと同様の、あらゆる自由特権や、その他の権利を有するとした書類である。ここで言う権利には、町の防衛施設整備や、州の市の開催などが含まれている。中世には隣接する森林は、ドライ・ヒカリバに含まれており、 オーバーイコールラムシュタットには30フーフェ共有地か割り当てられる土地で1フーフェは10から20ヘクタールが割り当てられていた30年戦争の時代にはペストが住民の大部分の命を奪い去った19世紀にはオーバーイコールラムシュタットで農業から工業への転換が進み始めた1895年にエドアルトムーアヤーンはオーバーイコールラムシュタットに ドイチアンファバリンワーカーを開設した。現在でもこの会社はこの町に本社を置き、ヨーロッパで最も近代的なエマルジョン塗装のための製品を作り出している。20世紀の初頭にこの町は発展のピークを迎えた。1901年に上水道、1907年に電力供給が設備された。この同じ年にはフランクフルトの出版社が 地方新聞の発刊を始めている。2005年に市長のベルナー・シュフマンは色彩の街をモットーに掲げ市民に対して家を改修、改築する際はカラフルな色を塗って街周辺の美しい外観を手に入れようと呼びかけた。こうした目的のために街の開発計画が図られ一部が適用されている。2006年から2008年までに オーバーイコールラムシュタッドのメインストリートは改造され、完全に近代化されて、新しい姿になった。この街の歴史は、博物館で追体験できる。この博物館は、1732年に、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクの父親が建造した、もので、かつては、市役所として用いられた建物である。マトナホという記述は、804年のロルシュト地に、 初めて記録されている。これは、現在のニーダーイコールムーダウのことを示していると推測される。その後、表記は、モダ、ムダ、モダバ、モーダッチと変遷した。これらから、沼地や水といった概念が読み取れる。オーバーイコールムーダウが、初めて記録されているのは1362年である。この頃、この村は、カッツェネルンボーゲファクのチェーンと、10分の1税。 小税区に基づく、当時の地方行政区分に属していた。ニーダーイコールムーダウ近郊の城山には1382年まで、城が建っていた。最後の城主ベルナー・カルプ・フォン・ラインハイムは、ディーター3世、フォン・カッツェネルン暴言の宴石にあたる人物あった。カルプは一時期単年ベルク城の管理を行っていた、こともあるが、司書には、盗賊騎士として登場する。 ニーダーイコール・ムーダウ城は、1382年に、フランクフルト、マインツ、ボルムスの軍勢によって破壊され、再建されることはなかった。その城市は、石切り場として利用された。現在は、かつての城壁が見られるだけである、オーバーイコール・ラムシュタッというホミチ王。1971年7月1日に、オーバーイコール・ムーダウと、ニーダーイコール・ムーダウが合併し、 モーダウという町村が成立した。1685年のなんとの直霊廃止後、プロテスタントの信仰のために故郷を追われたバルド派の人々が、1699年にピエモンテ港の町プラジェーラ、現在のプラジェラートで、オーバーイコールラムシュタットの友好都市であるから、ロールバッハ、ベムバッハ、ハーンにやってきて、新しい村を築いた。12世紀にまで遡り、 その信者らは当時からすでに迫害の対象になっていたバルド派の活動だが、それは1532年の宗教改革に結びついている。彼らは他の迫害を受けた人々、例えばユグノー派の人々と合わせてドイツのプロテスタント諸行に受け入れられたのである。その入植地は一部は負担軽減の特権を得たものもあったが、ドイツ諸行領にとっても文化的。 経済的に利益になるものであった。話し合いの結果、エルンストルートビヒハクは1699年に、プラジェーラから約400人のバルド派信者を、ロールバッハ、ベムバッハ、ハーンの御領地に受け入れることを許可した。このハクの御領地は後に計画的に開発がなされ、特にロールバッハでは徹底して、合理的な開発が行われた痕跡を現在でも見ることができる。 ユグノー派の人々は、この頃には、ハーナウ、ノイーコール・イーゼンブルク、マンハイムあるいは、フロイデンシュタットといった都市部に入り込んでいた。入植地は、ベムバッハとハーンの間の街道沿いに発展した。ロールバッハに、中心農場施設が設けられ、現存しない、新しい村の指導所、中心的施設に選ばれた。年から最初の年間は、 定期的に典型的な木組家屋という字型に、それを囲む付属建築物が建造されていった。建物の敷地は同じ広さに、すべての高地も平等の原則のもとに分割された。ロールバッハの教会や牧師館及び墓地広場は町の中心部の長く伸びた空き地に設けられた。年につの集落のために建築の教会が作られたが、 1767年に堅牢なホール式建築に置き換えられた。内部はプロテスタントの教義の厳格な規律にふさわしく大変に簡素なものである。この教会をモデルにしたベムバッハの教会は1835年に建造された。ヘッセン南部にジャガイモの栽培を広めたのはおそらくバルド派の人々であったと推測されている。南フランスでは 17世紀中頃にはすでにジャガイモの、栽培が行われていたのである。現金収入になる副業についても、その品質が地域で高く評価されていた、バルド派の家族の痕跡が数多く見られる。オーバーイコールラムシュタットとその地区には、以下の教会組織がある。オーバーイコールラムシュタットのプロテスタント教会は、ヘッセン及びナスサウプロテスタント教会に所属する、教会組織中。 最大の組織である。カトリックのリーップ・フラウ協会は、第二次世界大戦後に、旧ドイツ東部から放逐された難民たちによって、組織された。福音派自由協会のバプテスト教会は1997年に、組織された、この町で最も新しい宗教組織である。オーバーイコール・ラムシュタットは、長い間、SPD の画像として知られている。 市議会選挙は5年ごとに行われる。オーバーイコールラムシュタットの市議会は37、議席からなる。市の紋章には三輪のアグロステンマが描かれている。この花は、ナデシコ科の植物で現在では危機にさらされているが、昔はオーバーイコールラムシュタットの周辺地域で非常に多く見られた植物あった。かつて、この紋章の植物は誤ってバラであるとされていた。 オーバーイコールラムシュタットに住むトルコ系住民の80%がフェティエ出身である。ただし、このフェティエは、地中海沿いのリゾート地ではなく、内陸部、マラティア県の同盟の小村である。ツルムは以前は、独立した町村であったが、現在は、ミュルゼンの一地区となっている。オーバーイコールラムシュタットには、多くの音楽クラブがある。その多くが、 オーバーイコール・ラムシュタット音楽祭に参加している。2年に一度開催される、この催しは2004年から行われている。オーバーイコール・ラムシュタットの郷土史クラブは、旧町役場を利用した、オーバーイコール・ラムシュタット博物館を運営している。この建物は、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクの父親によって1732年に建てられた、ものである。 TGS1900 オーバーイコールラムシタットはフィギュアローラースケートの2004年の世界チャンピオン大会や多くのヨーロッパチャンピオン大会で国際的に重きを成している。ペトリ邸に隣接して約0.5ヘクタールの広さのペトリ公園がある。また、ハンマーガルテンという公園もある。ここには2008年5月ペタン空条が設けられ、 日曜日の午後には静かに弾を投げる人々が見られる。オーバーイコールラムシュタットは、連邦道 B426 号線及び修道 L3104 号線沿いに一致している。また、オーデンバルト鉄道によって、ダルムシュタットやフランクフルトアムマイン、エアバッハやエバーシュタットと結ばれている。バス路線の O 系統、K56 系統、678系統が、 オーバーイコールラムシュタットとダルムシュタット、モーダウタール、フィッシュバッハタール、ロスドルフを結んでいる。バス路線 OR1 及び OR2 は1時間ごとに市内を循環している。2006年から2008年に町を通る道路の大幅な改造措置が取られ、市内の交通状況は改善された。さらに、町役場の近くに3つ目の駐車場を作る計画も、 バイパス道路がオーバーイコールラムシュタットの南側を走り抜けている。また、市の東側に新しいバイパスを建設する計画がある。その予定地付近で建設反対の市民運動が組織された。この道路によって付近の交通が集中することを恐れたためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。